慣れてるというかもうしょうがないですよね。まあ1ヶ月に1回日本に帰ってきたりとか、はい、まあフランスではチャーター便が多いんで、プライベートジェットみたいなんで、はい、下の方ニースとか行ったりとか、はい、みんなチームで移動したりもしますし、まあだから、まあ、15分10分ぐらいあればスーツケースにバーって入れて、はい、そのまま運んだりとか。かっこいい。まあ、でもめんどくさいですよ、はい、でもなんか荷造りとかパッキングすごいうまそうです。とりあえず入れます。とりあえず入れます。あの荷物少なさそうな感じですもん。まあ、現地で買ったりもしますし、はいはい、こうパッキングはまあ、ま、上手になった。上手になりますよね多分。ああ慣れですかね、はい、お二人はどうですか、旅慣れてる感じ。旅行は俺に任せろとかパッキングだったら俺がうまいとか。旅はあんま行かないんで慣れてないんですけど。遠征がねたくさんあると。そうですね、うん、あの海外旅行とか、はい、時間長いんで、はい、国内旅行が好きで、はい、で、まあ、静岡空港も近いんで、はい、こっから、まあ、沖縄とか札幌とか、はい、そんぐらいが好きですね。あ、富士山静岡空港のための人ですね。はいもうなんかなんとかパスとかあればいいのにね。ないですか、そういういつでも使えるパスとか。あと僕、はい、3年前が福岡にいたんで、すごく助かりました。あねえ、こっから30分でお家だったらもうすぐ福岡もうドアツドアって感じで。そうですね、最初1日2便だったんですよ、はい、でそれが僕が福岡移籍した時に3便になって、はい、今4便あるんですよ。すごい、もういつでも行けますよ。それもうあの移籍した時のためだったんですねきっとね。ありがとうございます。ありがとうございます3便に増やしていただいて。いやでも上田選手はこう旅行とかあの荷物多い方ですか、合宿とか行く時とか。荷物多い方です、ね、多い方ですか。はい、心配性なんで。あ、いろいろなんか持ってかないとダメな感じ。え、なになに、なんか今こそっと。なんか旅行行くっつってて、はい、とりあえずどこ行くんですか。リオに行くね。リオにオリンピック、それダイさんがさっき言ってたリオに行く、オリンピックの下見に行くっていう。本当ですか。オーバーエイジ出るっつってあ、で出てもらいましょうよ。あ、そしたら今年のオフはリオ。そうですね、はい、24時間ぐらいかかる。24時間かかるんですよね。24時間、例えばロングフライトも長いと思うんですけど、飛行機で楽しく快適に過ごせる方法って何か松井選手あります。必ず飛行機ですることとか。やっぱり寝ること。寝ること、はい、寝られますでも大体フランスから日本って12時間、まあ、11時間とか13時間かかるんですけど、はい、大体7時間ぐらい寝たいっていう思いがありまして、はい、来る、まあ、行く時来る時は大体寝ない。その前の日はもうずっと寝なくて、そのまま飛行機乗っちゃって、はい、そのまま寝るっていう。あとの4時間を、まあ、本読んだり、はい、あと DVD 見たりとか、まあ、過ごしてますよ。 それ一つ海外ね行かれる方はすごくためになりますよね。寝ないでいて飛行機で寝るようにする。あとなんか飛行機でこう快適グッズとか持ってきます。これがあると楽とか。ソックスですかね。あ、足を冷やさない。いや膝ぐらいまであるソックスの、はい、あれなんだっけ、コンプレッションソックスみたいな。あ、着圧する、なんか足がむくまない。そうです。あ、それみんな持ってます。はい、飛行機乗るときは必ず。十何時間乗ってると、はい、もう靴が履けなくなるんですよ。あ、むくんじゃって、はい、なのでそれがあると、はい、それなりに大丈夫になります。じゃあこれから年末年始旅行にね行かれる方も多いと思いますので、ぜひその辺も参考にしていただきたいと思いますが、これから行きたいところ、まあ、リオ以外でどっかありますか。岡田選手は福岡行きたいんですよね。福岡本当好きで1日4便だし、はい、はい、食べ物美味しいですし、はい、で福岡とりあえず行くと、うん、もうそこから九州いろんなとこ行けるん で、はい、でここにいると九州ってなかなか縁ないんですよ。で熊本の方行ったら阿蘇山とか、はい、今ぐらいの時期ほんと景色いいんですよ。阿蘇で、あと佐賀にはイカ食べ行ったりとか、横の方に、はい、で大分は温泉あるでしょ、はい、でアフリカンサファリっていう富士サファリパークもありますけど。どこに
大分にアフリカンサファリってあって、知らなかった。福岡とりあえず行ったらなんかありますよ。なんかあります。じゃあ皆さんぜひ富士山静岡空港から福岡便1日4便就航してますので、そちらをご利用の上福岡に行き、多分これ福岡便のチケットこれでどっさり岡田選手に来るんじゃないかな。それはないと思いますけどね。ありますよね。だって社長さんいらっしゃいますもん今日。ぜひですよ。でも今日考えたら、あのジブロサポーターの方も本当にアウェーの遠征ね、たくさんいらしてくださってましたもんね。最後の大分とかもすごかったし、もうどこに行ってもジブロサポーター多かったんですけども、今日も静岡県外から来てらっしゃる方どれぐらいいらっしゃいますか。県外から、あ、入れちゃった、県外、ちらちらと。私がなんか東京とか兵庫とか上の方もね、東京、兵庫、大阪、東京、あ、東京行ったね、神奈川とかもいらっしゃるってお聞きした。